様こんにちは、シノピアノです。今回は岡山県の倉敷市に来ております。ここ見ていただいたら、美観地区って言って、普通に観光するだけでもすごく綺麗で楽しいエリアになっております。また、大原美術館や、数々の美術館など、芸術にもすごく力を、注いでいる街なんですが、なんと、この周辺にストリートピアノが何台かあるということで、今回はそのピアノを使って、動画を配信したいと思います。もし気に入っていただきましたら、高評価やコメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、行ってきます。はい、こちら倉敷 IB スクエアに到着いたしました。昔の建物を改良して5つ星のホテルとして営業されているそうです。この中にストリートピアノがあるそうなので、早速行ってみたいと思います。